日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。実は先日コミュニティの方、ツイッターのコミュニティの方で出前館で新しく気になっていたクレープ屋さんが対応してくれたという投稿をしたのですが、その際にまた注文しようかなって思っとやりましたので、本日注文しました。こちらクレープ本舗さんのクレープ7種類で、確か注文したのはお店の人気だった、いちごチョコバナナショコラ、いちごチョコクレープじゃないわ、もうなんない、いちご生カスタクリームじゃなくて、もいちご生チョコカスタードクリームクレープ、ショコラバナナクレープ、店長のおすすめのいちごミルフィーユクレープ、あと白桃カスタード生クリームクレープと宇治抹茶あずきクレープ、メープルカスタードクレープと、もう一つ何かやってた、全部スイーツ系でしたね。もしかしたらお店の方では主食系もあるのかもしれませんが、主食系は出前にはふさわしくないということなのかもしれません。まあ、どれがどれだかわからないので順番に食べていきたいと思います。まずはこちらから。うわ結構重量感あるな。いっぺんに7個頼んだのちょっと失敗だったかもって今思ったりしてます。でも頼んだからには食べきりますよ。粗末にするのは許されませんからね。これは何だかな、上にウエハース乗ってるからメープルカスタードなんでしょうか。まあ食べてみればわかりますね。ではいただきます。はい、続きましては色から見ると多分これはいちご生チョコレートクレープですね。チョコレートがあまり見えないけど中にたっぷり入ってるってことなのかな。それではいただきます。続いてもいちごが乗っていますが、同じフルーツから同じ2種類は注文していないので、こちらがミルフィーユクレープですね。ミルフィーユって確かに上になんかクッキーらしきものが乗ってますが、それだけがミルフィーユってわけではないと思いたいです。ではいただきましょう。続いては白桃クレープ。なんかいちごに比べるとフルーツのカットが大きいせいか結構重量感とインパクトがありますね。それではなんか崩れてきそうなので早くいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。続きましてはアーモンドチョコクレープ。上の方にスライスアーモンドが乗ってますね。フルーツとはまた違った美味しさがありそうです。ではここで満を持して登場、和の抹茶クレープで、今までとはまた違った美味しさがありそう。ちょっと抹茶がこぼれちゃってるのが残念ですが、ま、出前していただいてるので仕方ありません。ではラストはショコラバナナ。今までのチョコと比べると結構クリームにも入っているのでチョコ感が強そうです。バナナとは大好きなので気になりますね。それではいただきます。生地もクリームも予想以上だよ。本当に対応してくれて嬉しい。また他のクレープも注文したくなるような味だな。もっといろんな種類が食べられるといいのに。あとプリンとかパフェもお店では売ってるんだよね。それらもまた機会があれば食べてみたい、そう思えたよ。それじゃあまたね。ほとんどのもの、というよりではなく、ほとんどではなく全ての共通している要素として、クレープ生地はかなり弾力のあるもっちりとした食感で、噛んだ瞬間にゴニュッとした弾力が口の中にふわっと広がってきました。そしてカスタードクリームは結構濃厚な甘さが強めの味で、反対に対照的に生クリームはさっぱりとして、カスタードクリームの甘さを邪魔しない、うまく引き出している、そんな印象を受けましたね。そこに各々のフルーツやチョコソース、抹茶などが入ってました。フルーツは結構酸味の効いた、いちごや桃は美味しかったですが、バナナはちょっと一緒に入ってたチョコレートに食われてしまっていましたね。でチョコレートはクリームやソース、あとブラウニーも入ってたんですけど、どれも割と苦めで甘いカスタードクリームと対比しているような、そんな印象が受けました。なので
ここのチョコクレープはかなり大人向けの味と言えますね。ただ最後に食べたチョコショコラはバナナショコラはそれに完全にバナナが隠れてしまって、あれどこ行ったって探さなければならないのが残念でした。もうちょっとバナナを感じたかったな、好きだから。まあチョコも好きなんですけどね。ね、いちごと白桃はどちらも甘酸っぱさが広がってきたのですが、白桃はやはり大きいので食べてる途中でちょっと下の方が破けてきてしまったのが、これもちょっと残念でしたね。下の方が破けてクリームがあーってなってしまうのは、手に持って食べる スイーツとしてはマイナス点にせざるを得ない、そう思いました。これなの、あとイチゴチョコとミルフィーユですが、ミルフィーユはパリパリとした生地は確かにあったものの、クリームはそのままで、特に レアチーズの酸味などもなく、ただ単に何かが入っているだけかなという印象ですね。そしてメープルカスタードもメープルの味確かに多少は感じたのですが、そこまで強くは出てこらず、カスタードの甘さがかなり前面に出ていました。だけどメープルって歌っているのだからもうちょっと味を感じたい、そう思いました。全般的にまとめると、生地と基本となる生地とカスタードクリーム、生クリームはいいのですが、なんか具材でちょっとバランスを崩してしまっているような、そんな気がしますね。その中でも唯一と言っていいほどバランスが取れていたイチゴが特に美味しかったです。でそのイチゴ2種の中でもやはり一番人気と言われるだけのことはある、いちごチョコ生クリームカスタードクレープが一番美味しかったので、今回はそちらを代表として5点とさせていただきます。はい、それではホタルミヤ恋に破れても元気出る、ホタルで癒されてるんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。いつもより感想が長くなりましたが、よろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。